今ね、ニューヨークの空港なんだけど、見て、めちゃくちゃ好みな素敵なバーがエアポート中にあるんですよ、ここ。やべえ。やべえ、寄りたい。でも時間がない。なんだよ、ニューヨーク乗り換えって。時間ないのかよ。マジか。もうすごい素敵すぎる。やばい、ニューヨークにはもう一回行きたいかも。いやー、スパークリング飲みたい。もう至るとこにあんだよこれ。すごくない？やばーと思って。あそこもそうでしょ。めっちゃいい。めっちゃ行きたい。ちくしょう、ニューヨーカーになりたい。ちくしょう。もうすぐあの飛行機が出ない、出る、乗る時間なんですよ。ボーディングタイム始まってると思うんだから、思うから。ということで、アメリカ来て初めてこんなにわーってなった。ちょっとやっぱね、都会が合うね。私ノーウッドは田舎すぎましたね。もう素敵、やばー。今日は今からロサンゼルスに移動で行って、で PCR テストをね受けてから、なんとシアトル経由で東京に帰ります。ということで、今日はボストン、ニューヨーク、シアトル、シアトルで一泊して、あ、じゃあボストン、ニューヨーク、ロス、シアトル、空港巡りですね。アメリカ空港巡りです。シアトルで一泊してから、あそこです、東京です。明日東京ということで、この飛行機だと思うので乗りますよ。飲めるかな。まだボーディングタイム入ってないので、ボーディングタイム入る前に一杯飲みたいと思います。じゃあねー。